はい、こんばんは。えー、本日はですね、今、検察がですね、捜査を進めているですね、政治資金パーティー疑惑ですね、えー。で、この疑惑のですね、先にですね、検察が見ているものは一体何なんだろうか、えー、ということについてですね、考えてみたいと思うんですね。えー、これはね、えー、前回の動画でですね、話したんですけども、 えー、検察はね、当面ですね、当面ですけども、やっぱりね、この安倍派と二階派についてですね、その裏金作くり、まあ、これに焦点を当てているわけですよね。えー、そして、えー、その捜査を通じてですね、えーまあ、当面ね、安倍派の中で、えー、やっぱりこの萩生田さんとね、それから西村さんですね、えー、あるいは松野さん、えー、このあたりにですね、 この照準を当てているのではないかということをですね、まあ、お話ししたわけなんですけども、えー、だけどまあそれはですね何、えー、て言うかな、あのー、検,察検察の捜査にとってみれば、まあ、前段といいますか入り,口に入り口に過ぎないのではないかというふうにも見られるわけなんですね、えー、つまり検察は実は、えー、もっと先を見ていてですね、えー、そして えー、この政治資金パー,ティーパーティー疑惑ですね、それにとどまらず、えー、もっと大きい、大きいというかな、あのー、また別の事件ですね、そういうことの展開までね読んでいるのではないかと、そういうことも考えられるんですね。で、その先に具体的にはですね、えーまあ、自民党の、えー、大物と呼ばれている政治家、 あるいはあ過去に大物と呼ばれていて今は引退しているけれどもお、まあ、実質的なね、あのーまあ、自民党の大物と見なされているそういう人間、えー、政治家をですね、えー、狙っているんじゃないかと,というふうに思えるんですね。うん、これはね、まあ、つまり検察が本当に狙っているのは、えー、安倍派二階派ですね その現役の幹部だけじゃないんじゃゃなないいんかと,いうことです、ねうん、まあこれはね、実はね、あの、前々回かなあの動画で、えー、説明したんですけども、まあ具体的にはね、やっぱり安倍派についてはですね、えー、安倍派のあ、まあ安倍さん亡き後のですね、実質的な会長である森喜朗さんですね。まあ森をする、森喜朗さんですね、まあものすごい県政をね、 振るっているわけなんですよね <laughs>、うん、このね、まあ、安倍さんがね、えー、存命の時もねこの東京五輪ですね東京オリンピックまあこれについてね、えー、かなり牽制、えー、を振るっていたとまあそしてね、えー、これはねひとつきマザーズでもね僕も何度も取り上げましたけども、まあ、森喜朗さんというとねい,そのいわゆるですね疑惑ですね これがね、すすごくついてるんですよ。そしてねそれに付随してというかむしろこっちの方がね主役かもしれないんですけども神宮外苑の再開発問題ですねそちらの方にもこの森さんがですね、まあ、かなりですね因にようにその主人公みたいなですねまあ何て言うかな裏に控える人物として見え隠れしていたんですねまあそのことについてもですね やっぱり検察はね、じっと見てるんですよ。はっきり言いましてずっとずっとですねじっと見てるということですねまあ僕はねその度にねそれをねあの指摘してき、えー、ましたけどもそういうねことなんですよなので検察ねこの検察の仕事というのはこの前も説明しましたけどもその事件そのものもねもちろんあの注視してやるんですけども、えー、その前にね ずっと長い間、その人物ですね、人間、それをね、ずっとウォッチし続けているんですよ、普段からですね。で、その中の一人として、森さんという人もね、いるんですよ。ね。うん。森喜朗さんという人間が、ね、一体どういう人間なんだと、ということですね。うん。だから、もともとね、このおお政治資金パーティーのね、この安倍派の非常に独特なね、 独特というかまあ自民党の中で先遍をつけたというかねそういうこのキックバック裏金作りですねそれはね森さんの時代からですね森さんがね、えー、首相時代あるいは、えー、この森派の会長としてですね君臨していたその頃あるいはその別の説によるとその前の道塚さんですね道塚会長その時代からというふうに言われているんですけども その頃から連綿と続いてきたわけなんですよね。うん。でね、その中で、その中でですよ、今ね、えー、これはね、えー、前回、前々回ね、特に指摘したんだけども、じゃあこの安倍派のね、裏金ですよね。うん。つまりキックバックを受けて、受けたですね、何に使ってもいいお金。これは一体ね、 えー、各政治家は一体何に使ったのかということですよね。うん、でその中で何に使ったのかということで、例えば森さん、森さんですね、森さんというのはね、この安倍さん亡き後との実質的な、ねえー、会長ですよ。非常に県政を振るっ,っているね。ねその森さんに流れたんじゃないか、という、ねえー、ことも考えられるわけなんですよ。ね となると、これはね、いろいろその法律上もですね、あの、なんていうかな、例えば政治資金規正法であるとかね、あるいは脱税であるとか、そういうことの他にも、いろんなその、なんていうかな、刑事罰ですね、えー、それも考えられるようになってくるわけなんですよね。うん。そうなると、検察は、それも非常にウォッチしてるんじゃないかというふうに思えるんですよ。ウォッチしてる。 ねえー、検察はねとにかく安倍,安倍派ここに照準を合わせてることは間違いないですから、まあ、理解派もそうですけど主に安倍派ですよでその中で、ね、当面は例えば萩生田さんとか西村さんとか、えー、あるいは松野さんとかねかもしれないけどもその先にさらに森さんの姿を見ているのではないかとそうなると、えー、この裏金がですね 森さんに流れたんじゃないかとというふうなですねこともね仮説としてですね出てくるわけなんですよ。そうなるとね、えー、これは政治資金規正法上はねなかなかこれはね摘発が難しいということがあるんですよね。 しかも脱税も、まあ、前回説明したようにですね、えー、国税庁の告発基準としては2000、えー、単年度で2500万円というね、そういう結構ね、ハードルが高いんですよね。そうなると、別の法律ということも考え、考えることがね、やっぱり出てくるわけですよ。そうなると、例えば森さんに流れたのであれば、これ全然ね、えー、そのパーティー券ですね、 それを買った趣旨と全然違うことになりますよね。そうするとこれは一体何だと。まあ例えば単純に考えれば業務上横領とかね。まあそういうことだっていろいろ考えられてくるわけですよ。ね。別の犯罪を構成することになるわけですよね。検察はね、そういうことを考えていたとしてもおかしくないと,と僕は思うんですよ。僕はそういうふうに思うんですよね。うん。そこのところがどうなのかということですよね。うん。ね。 例えばね、歴代の事務総長ですね、えー、これ今ね、えー、検察が、えー、とにかく事情聴取、これからね、やりますよ。萩尾田さんと合わせてね、えー、歴代事務総長の松野さんね、西村光年さん、それから鶴波高木さん、高木剛さんですね、これね、森さんにね、お金を流してないだろうなと、ということですね、これも疑われるわけですよね。うーん。 ねうん、だってこれ森さんはですね,ね、えー、さっき言ったように安倍さん亡き後と実質的な安倍派会長としてですよ、ねうん、これお気に入りのねその5人の議員国会議員ですね5人衆としてですね位置づけたわけですよね、うん、松野さん西村さんね、えー、高木さんねうん、うん、それからね 萩生田さん。ね。うん、ね、うん。で、これはね、なんでその5人が選ばれたのかという問題ですよね。うん、ね。そしてこの5人ね、あのー、岸田政権の下でもね、やっぱり当然ながら、えー、岸田さんはね、安倍,安倍派に弱いですけどね、当然いいポストを与えられ続けてきましたよ。ね。うん、でそれはねとにかく あの自民党の世界あるいは森さんの世界というのは金金金ですからじゃあねここから流れていたんじゃないかっていうね普通ね考えられますよ。ねそういうことが考えられるわけですよ。ね。で、ね、そしてまた一方ではねこの下村博文さんという人がいてこの人は実は森さんに金流してなかったんじゃないかということもね そういういにも見られてるわけですよ。そしてだからこそ森さんに干されたんじゃないかというねまあ金金金の世界ですねというね見方もあるわけですよ。ね。うん、でそうなると今後はねこの森喜朗という人間をですねどう見るか、ね、それがね非常なるポイントになってくると思うんですよね。うん、で、そうなると、 森喜朗さんの一番のお気に入りである萩生田さんをはじめとするですね安倍派の5人衆ですねこれも森さんとの関係で見,か見ていかなければならないんじゃないかというふうに考えられるわけですよ。ねうんまあ、つまりねこれ何を言ってるかというとね何を言ってるかというとこの検察の捜査ですねこれを検察の捜査の今後を読み解いていくためにはですね もし検察が森さんをね、この最終的なターゲットの一つとして眺めて,眺めているとすればですよ、我々も今回の事件を見る目をですね、森さんと誰々、森さんと誰々、ね、森さんと萩生田さん、森さんと、えーね、西村さん、森さんと松野さん、ね、森さんと世耕さん、 というふうにですね、そういう森さんとの関係で見てくる必要が出てくるわけですよ。それによって検察のですね、力の入れ方も違ってくるんじゃないか、というふうなね、えー、ことが考えられるわけですね。うんね、つまり萩生田さん、西村さんね、松野さん、ね、この5人種ですね、森さんとの関係でどうなのか、ウエイトが重いのか軽いのかですね、 軽い人は、森さんとの関係で軽い人は、上とか軽い人は、あんまりね、これ注視してもあんまり意味がないということになるじゃないですか。ね。つまり検察はあまり重視してないってことになるわけでしょ。つまり森さんとの関係ですごく重いのであれば、その人という、その人は、これからね、当面捜査の、捜査のですね、中心、捜査が向かう中心になってくる可能性があるわけですよ。ね。 うんえー、森さんね、森さんの一番のお気に入りである萩生田さん。じゃあ萩生田さんってやっぱりよく見なきゃいけないなっていうことになるじゃないですか。ね。うん、そういうことになるわけですよ。そういうふうに検察の動きを、ね、我々としてはね、こう見極めていかなければいけない。そうなると、じゃあね、最終ターゲットっていうかな、安倍さんを、安倍,安倍さんじゃない、安倍派をここまでやるということは、 何を最大の狙いなんだろう。あ、森さんというのはしかも、ね、さっき説明したように東京オリンピックそれから明治神宮外苑ですね再開発これねいずれも、えー、東京地検特捜部が注目していた問題ですよ。ね、そして森さんをここで一つの、えー、仮想ターゲットっていうかなそういうふうに見ていましたよ。 ということは、ここでいよいよ森さんをターゲットにして、そしてその関係で5人衆を見てるんじゃないかと。ということですよ。そういう構造ですね。これをね、やっぱり考える必要があるんですね。うん。ね、そういうことなんですよ。これがね、えー、これからその操作を見る上で一つのポイントになっていくんじゃないかと思うんですよね。 うん、まあ、その意味でね、じゃあね、肝心の森さんですね、森吉郎さん、一体今何やってんのかっていうね、ここら辺から見ていきたいと思うんですけどもね、うん、これはね、昨日21日ですね、えー、昨日じゃないや、これおとといか、おとといですね、21日木曜日、フラッシュの記事でね、こういうのが出ているんですよ。えー、っとね、<laughs> これはね、えー、っと、元文部大臣の堀光介さんという人がいてね、この人がね、去年89歳で、11月4日に亡くなったんですよね。で、そのね、葬儀がですね、12月20日に、東京の築地本願寺でね、行われたんですよね。行われたんですよ。これはね、自民党と堀家の合同葬という形を取ったんですよね。で、ここに、まあ、いろんなね、 当然、えー、自民党と堀家の合同葬ですから、えー、岸田さんをはじめですね自民党の重鎮がですね、まあ、続々とね、あのー、出てきたんですよ。ね。そしてその中で、えー、これはねあのフラッシュの記者がねずっと注目していたんだけどもえー、っとね <laughs> 岸田さんをはじめね300人以上が参列した合同葬だったんだけども えー、他の参列者に先立って会場に現れた大物がいたと,ということなんですね。でそれは、えー、森吉郎さんんでであるとということなんですよそしてその森さんをねほ、えーまあ、他の人に先立ってですね一人だけね先に来たということなんですよねで。どういうふうにしたかというと、まあ、高級車から降りてですねすぐにあの車椅子に腰掛けたということなんですよね。 でお月のね、えーえー、人にですね、この車椅子を押されながら、えー、合同葬の会場に入ってきたと。ね、そして一人だけ、まあ、証拠を済ませて、えー、帰宅していったと。ということなんですよ。ね。うんねで、ここでねこの、それを取材したカメラマンはね、こういうふうに言ってるんですよ。えー、かなり足が悪いようでしたから、迷惑がかからないように、と先に済ませたのかもしれませんが、 えー、車椅子を使っている様子を他の議員に見られたくないのか隠れるように証拠を済ませたようにも感じました。ね、まあこれカメラマンのね、あの感じ、フィーリングですから、あまあこれは分かりませんけどもね、まあとにかくうね、こう静かに隠れるように証拠を済ませたと、ということなんですよね。うんでこれはね、つまり、あのー、何て言うかな、まあ、迷惑をね、かけたくないというですね、 そういうことも当然あると思うんですけども、えー、この気持ちとしてはねやっぱり今ねこの収目の中にですね,ねみんなのが見つめる中に出ていきたくないというねそういう気持ちが表れてるってのはこれはすぐ分かりますよね、うん。ということはこれを逆に言うとですねこの森喜朗さんはね検察が実は自分を狙ってるんじゃないかと。 ということをねやっぱりね意識してるんじゃないかと思うんですよ。ね、うん、なのでこれは注目を集めたくないというようなことがねあるんじゃないかと思うんですね。そういうことも言えると思うんですよ。ね。うん。そしてねまあ代わりにかまあ代わりにというかなこれね、えー、代表してね長寿を読んだのは えー、この堀康介さんと、えー、当選同期の麻生さんだったんですね麻生太郎さんね。麻生さんはねこの堀さんとの思い出を振り返ってねそしてこういうふうにね、あのー、最後に語ったっていうんですよ。私ももうすぐそちらに行きます。堀先生の故郷のあ佐賀県の名家である小楼まんじゅうを持って行きますよ堀さんみたいなね <laughs> そんなような <laughs>、えー、ことを語ってですね でこのフラッシュの記者とかね、みんな驚いたって言うんですよね。え政治記者ですね。ねというのはねえ、まあ、年齢が年齢、高齢なんでね、うん、私はもうすぐそちらに行きます。小ロマンじゅ持って行きますよっていうね、言葉で言っちゃったということは、ねまあ、次の選挙ですね、いよいよ引退するんじゃないかと。ねうん、えというふうな、ね、受け取り方もあ,あるわけですよね。うん、ねそういう受け取り方もあるわけですよ。だけどね、 これね、まあ、実にね、うん、シュールなね、葬儀の場面だと思いますよ。僕が考えるにね。麻生さんはね、これね、まあそういうね、次出馬しないんじゃないかっていうね、見方も、えー、この今の弔辞のね中身から一致して、えー、推測されるかもしれないけれども、僕は考えるに、次出,出馬しないなんて考えられないと思いますよ、これはね。これね、今回のこの検察の捜査というのは、 これは検察庁と財務省がこれ組んでるんですよね。そして、さらにこれにですね麻生さんが加わってですね、麻生さんにとってみれば、この捜査の結果ですね、最も恩恵をよくす,抑す、ね、いい立場にあるんですよ、麻生さんは今ね。うん、ね言ってみれば、勝者なんですよ。ね、とこれは、ね、早い話がね安倍派、安倍派ですね、今やもう消滅寸前。 消滅前夜前夜じゃないですか。ね。誰かが考えてもですね。ね。まあ、これによってですよ。チりぢりになるね、安倍派の議員たちですね。これどうなっちゃうのかっていう問題ですよ。99人いるんですよ。ね。でこの99人のうち、かなりの部分がですね、麻生派に拾われていくと思うんですよ。ね。うん。 これはねそんなにねあの麻生派に入っても違和感はあんまりないと思うんですよね <laughs> うんねあんまりね違うことやってないや,や,ってんじゃやってねえないと思うんでね、うん、でそうなると麻生派というのはですねこれからものすごくね膨れ上がる可能性があるんですよ、ね、まさにね大好地いですねこれをね一気に実現しちゃう可能性があるんですよねそうするとですよこの麻生さんにとってみればね もうこれはね、大変なキングメーカーになるじゃないですか。ね。このボルサリーノ風のね、帽子の傾きがさらにね、傾いちゃってね。<laughs> で、六本木の夜な夜なをね、歩き回ってねお、今日も来たぜ、みたいなね。<laughs> ますます肩で風、ね、風、風切るというですね、そういうことになるわけですよね。うん。まさに我が家の春ということで、こういう時にね、引退するわけがないんですよ。どう考えてもね。うん。ね。 まあそしてねその一方でですね、まあ、最初からずっとね言ってるようにこれまでね実質的な安倍派会長として県政を振るってきた森喜朗さんね今や人目をはばかる立場にまで追い込まれてしまったと。<laughs> ということなんですよね人生って分かんないですよねこれね最後にどうなるのかね。<laughs> ね。うんそしてねその森さんですね今やどういう暮らしをしてるのかという問題ですよね。 うん、これはね、<laughs> デイリー新庄もね、あのー、特集、特集的に書いてますけども、森尾志郎さんのね、近況ですね。これ要するに、えー、っとね、夫婦で、えー、介護施設で暮らしてるっていうんですね。まあ、このことはね、まあ、あのー、まあ、みんな知ってる話だと思うんですけども、えー、っとね、去年の8月ですね、 この森さんが何,何かね、こう尻餅をついちゃったんですね。でその時に、えー、背骨を圧迫骨折して車椅子生活を余儀なくされたということなんですよ。ね、なので、この奥さんもね、高齢なんで、えー、二人で介護施設に入居しているということなんですよね。うん、ねそしてね、 えーまあ、これはもちろんね、その高級会合施設でね、大変なところなんですけども、えー、っとね、<laughs> えー、この、ね、新調の記事によるとね、えー、森さんはね、この水面下で、えー、ですね、まあ、森さんというかね、この安倍派としてはですね、無記名投票で新会長、新しい会長ですね、これを選ぼうじゃないかと、そういう動きがあるそうなんですよ。 だけども、森さんはね、今ね、それを察知してですね、これはいかんということで、なんとかね、子飼いの萩生田、ね、これを新会長にね、つけようじゃないかというね、まあ、薬期だと言うんですよね。うん、ね介護施設にいながらにしてですね、いまだに安倍派のボスであると、というね、ことなんですよね。うん。だけど、その森さんですね、 安倍派の中でもねやっぱりね、今、批判がね高まってきてるんですよね。うん。ね。うん、というのはね、これね、今、一応、安倍派ね、形の上では5人衆、ね、ねさっきずっと言ってきたように、5人衆による集団指導体制ですよね。だから、それがね、全然機能してないんですよ。全然機能してない。機能してなくてですね、もう今ね、こういう危機的なね、えーえー、状況にあるのに、 何にもね、やらないんですよ。何にもしない。ね、えー。というようなことで、派閥はね、もう空中分解寸前だと言うんですよね。うん。ね。だけど、このね、派閥の旨みというのは、金と人事なんだけども、ね。だけども、お金の方はですよ。これもう、もちろん誰もがわかるように、この政治資金パーティーですね。これがま中止されてお金はない。ね。ねそして、 人事面でもねもうほとんど放逐されちゃったわけですよ。ね。なのでもう人事も金ももう全部もダメだということで安倍派にいるる意味がででで、すすね、ね。何もなくなくっっちゃってるんですよ、ね、<laughs> でこういうね、危機的な状況なんだけどももう5人衆がですね何にもできない。<laughs> 何一つねあの何て言うかな誰もリーダーリーダーシップをとってね何かやろうという人がいないという状況なんですよ。ね。そしてその5人衆をねこの集団指導体制ねこれを作ったのが森さんであるということですね。でなんでそんなものを作ったかというとねこれは一人に権力を集中させないとそして森さん自身が影響力を行使しやすくするということで そういういね集団指導体制の環境を作ったとだけども全然それがね、えー、機能していないということなんですよね。うん、ということで批判がね、えーまあ、出てるということなんですよ。ね。そしてねこのね慎重の記事がね、えー、書いているのはこれ森さんというのはねこれ石川県のね、えー、人ですよねこれね。石川県といえばまあ、北国新聞というですね えー、地元新聞があるんですよでそこでですね森さんはね「えー、総理が語る」っていうね連載をねずっとやっていたんですよね。うん、で森さんね首相でも何でもないのに今ねなんで総理が語る語るになってんのかっていうね <laughs> 問題もあるんだけども、まあ、一応そう強いうタイトルでやってきたんですよね。だけどもこれがね11月26日付それをもって突如連載が終わっちゃったんですよ。 突如ね <laughs> これは一体何かということなんですよね。でこれでささやかれているのは捜査ですね。えー、東京地検の捜査ね。これとの関連じゃないかと、えー、いうことなんですよね。うん、まあこれはね、えー、もうほとんど間違いないんじゃないかと僕は思いますけどね。うん、要するに <laughs> ね。これは、えー、堀浩介さんの葬儀でも目指したくなかったのと同じようにね。 えー、地元新聞でもそんな連載をもってですね、えー、注目を集めたくないんですよ、ね。今はひっそりとしていたいんですよ。な、ね、ぜかといえば、これは東京地検特捜部の捜査ですね、これを今自分に迫ってるんじゃないかと、ひしひしと感じるところがあって、ね、そういうふうに感じる政治家は必ずね、あのー、消息を消すんですよ。ね うん、ということで森さんももちろんねこれはもう静かにしてなきゃいかんとね目立ったらやられるということでね、えー、この連載もやめたということだと思うんですよね,、うん、ねでもね反面ね森さんねやっぱりね、まあ、美味しいものはね、えー、食いたいというね、えー、ことがね欲はあると食欲はあるということでね <laughs> これフライデーがね書いているんだけども 12月6日にですね、ね、銀座にあるですね、この高級ステーキ店。これに姿を現したって言うんですよね。うん。一人4万円はくだらない高級ステーキ店。ね。うん、えー。そこにね、森さんがね、現れたと。そして優雅なディナーにね、舌鼓を売っていたということをね、あの、フライデーがね <laughs>、えー、ウォッチしてるんですよ。ね。うんねえー、そういうことなんですよね。 そしてね、<laughs> この森さんについてね、この注目しているね、えー、まあジャーナリストというか、記者というかね、えー、これやっぱりね、あのー、まあなんていうかな、まあ気がついてる記者は気がついているんでしょうね、多分ね。うん。えー、っとね、これはね、毎日新聞ですね。あ、毎日新聞じゃない。あ毎日新聞だ。毎日新聞ですね。えー、っとね、毎日新聞の十二月十六日ですね。 これは編集委員兼論説委員というね、肩書きの伊藤智永さんという人がいるんですよね。うん。まあこの人はね、えー、政治部とかね、外交部とか、えー、そういうところにいたと思うんですけどもね。うん。えー、それがね、えー、コラムを書いていて、文字森義郎氏が語る時というね、えー、コラムを書いているんですよ。ね。うん。そしてそれを見るとね、えー、っとね、 このこういうことを書いいと書てるんですよ「えー、安倍氏亡き後、とでに議員でもない森氏は妙に生き生きと派閥運営に口を挟んできた」「12月14日一斉に辞任辞表を提出した安倍派5人衆は全員頻繁な森氏詣でを欠かさず森氏も岸田人事への影響力を吹い調してきた」えー「政官界の 出読方言だった、えー、地元石川県北国新聞の連載、えー、総理が語るが11月26日に突然終わったここでの発言通りなら五人衆が養殖を占めていたのは全て森氏のおかげらしいまあ森さんがね自慢してるんでしょうね <laughs> 派,派閥事務総長ポストも森氏の意向抜きには決まらなかっただろう裏金は何のためどこへ使われたのか っていうね、いやこの最後の一文が実にね、あの意味深なね、えー、言葉で占められてるんですよね。ね、つまりこの五人衆ですね。えー、つまり五人衆これ養殖をね、えー、締めたわけですよね。うんね、で養殖を占めることができたのはね、この森さんが語っていたこの総理が語るですね北国新聞ね、これ散々ね自慢していたみたいなんですよ。つまりそれは全部俺のおかげだ。 俺がねねそれをやってやっってたたんだみたいな、ねうん、つまり全て森さんのおかげらしいと。ねうん、そして、えー、このね今問題になっている安倍派のね派閥のこの事務総長ポストですねこれも森さんの意向抜きには決まらなかっただろうと。ねうん。では森さんのその意向ですね意向を自分に向けるにはどうしたらいいか、ね、ということを考えるとすれば裏金は何のため どここへ使われたのかとということですよ、ねうん、つまり金金金の森さんの世界においてですよ。ね、その金金金の森さんの目をですね、引きつけるためには金金金しかないじゃないですか。<laughs> 要するにね、うん、そのための裏金っていうね、えー、見方もありますよね。うん、ねすごいね、えー、意味深ですよね。うん まあね、おそらくそういうことをねまあほとんどそれをねこれを意味してると思うんですけどもねうんそうなるとねここでもそれが文脈として出てくるわけですよつまりえ森、ー、そのね安倍派におけるこの裏金ですね特にこの五人衆ねそれからもちろん萩尾田さんも含めてそれは一体どこに使われたのかね、うん、これは安倍さん安倍さんじゃないあの森さんに森さんに これは流れたんじゃないかと。というようなことがですね、これはね、まあ、えー、読まれているわけですよ。ね。うん。ね。そういうことですよ。ね。うん、ね、これがね、えー、非常に問題ですよね。うん、そしてね、そこでね、えー、いろいろ話を考えると、このバーベキュー H さんですね。 これはキックバックの裏金がね1億円超というねそういうことねまあこれは僕が聞いている情報なんですけどもね、うん、そうなるとですよその1億円超のお金どこに行ったんだというクエスチョンマークがね出るわけですよ。ねで、えー、森さんは、えー、この萩生田さんが大のお気に入りであるということを考えればですね、えー、これはそちらに流れたんじゃないかとね。 だから大のお気に入りになったんだろうというね、単純な推測も成り立つわけなんですよね。うん。そういうようなね、構造、構造が見えるんですよ。ね。うん。なので、これからはね、この検察の捜査ですね、森さんとの関係で、えー、この裏金のね、話、あるいは裏金の流れ、これを見ていかないといけないんじゃないかと、というようなね、ことが考えられる。 ということなん。ですよね,、うん、ね。で、検察はもうある程度掴んでるんじゃないかっていうね、ことはね、僕はね、あのー、感じるんですよね。うん。ね。うん。でね、この森さんに関してね、さっきちょっと言いましたけどね、うん。過去にね、疑惑っていうかな、あのー、これ何度も指摘されてるんですよね。うん。例えばね、東京オリンピックですよ。ね、一番記憶に新しいのはね。 うん、これはねえー、っと、えー、これはね当時のっていうかなまあこれ当時といってもね、えー、最近ですけども、えー、去年のね11月11日の日刊現代ですね、えー、これをねちょっと参考にね、えー、ちょっとね紹介したいと思うんですよこの日刊現代の記事はねこういう見出しなんですよ「五輪汚職事件は捜査終結森元首相また逃げ切り」 政界ルートに迫れない特捜部の腰砕だけっていうね、まあ、当時こうやってね特捜部がね、まあ、批判されたわけですよでどうしてかっていうとこの東京オリンピックのねこの汚職事件ねこれはまあ、えー、非常に摘発されましたよね摘発されたんだけども結局一番の本腰と思われていた森さんにはですねあのー、迫れなかったんですよね捜査がねうんということでこういう見出しになってるんですよね うん、でこれはね、えー、っと、えー、大会ね、組織委員会の元理事の高橋治之さんですね。えー、これはね、なんとなく懐かしい、懐かしいと言っちゃうんだけどね、前、まあ、よく喋りましたよね、えー。なんとね、4度もね、起訴があった。追起訴、追起訴、追起訴。ということでねで、3ヶ月半に及んだんですよ。ね、この捜査がですね,ね。そしてその間ね、高橋治之さんはね、 えー、これ検察官とね、ずっとこのね、取り調べやっていたわけですよ。ね。どうだ、高橋。そろそろいいだろう。な。じゃあ、カツ丼でも食うか。みたいなね。うん、懐かしい、その、カツ丼のね、あの、会話っていうのもね、ありましたよね。まあ、ったっていうかね、これは僕が勝手に言った、言った話なんですけどもね。うん。で、そういうね、あのー、<laughs> 一連の捜査がありましたよね。だけども、結局、えー、っと、これはね、 <laughs> えー、高橋春春之さんですねこれ収賄額が総額で2億円となってですね、えー、それから青木ホールディングスとかね門川とかね、えー、有名なねスポンサー企業のトップね、えー、15人これね起訴されました。ね、だけども結局ですね、えー、高橋晴之さんと共犯関係にあった電通からはね一人も逮捕者出なかったと。ね えー、そして、えー、この武田恒和さんですね。この人もね、えー、この疑惑がものすごくありましたよね。だけどこの人はあ結局摘発されなかった。そして、えー、肝心の森喜朗さんですね。これが逃げ切ってしまったというね結果になったわけですよ。ねね森さんっていうとね、僕はその前からね、ずっとね、えー、こう指摘してきました。この一般財団法人のね、 加納寺五郎記念国際スポーツ研究交流センターっていうね、まあそれのね、えー、これ会長を務めたんですよね。突然こんなものを作ったですよ。加納寺五郎っていうね、柔道界の父親とも言われるね、加納寺五郎記念ね、えーえー、財団なんか作っちゃったですよ。ね。でそこにね、ワンサと金が集まってきたわけですよ。ねで。森さんがね、その金をどうしたのかっていう問題ですよね。うん。ね。うん でそれがね追及される前に、えー、これがね、えー、この財団が閉じちゃったんですよねうんね、うん、閉鎖されちゃったんですよね結局だからそのお金もねどこに行ったかよくわかんないんですよねうんこれはね、えー、東京五輪招致委員会から、えー、この加納十郎財団に1億4500万円がね支払われたんだけどもそれがどこ行ったのかよくわかんないんですよねこれねうん ね、こういうね疑惑もあるわけですよ。ねうん、でそれが結局追求、ね、され尽くされる前に終わってしまったということなんですよ。ねうん、それからもう一つはね神宮外苑の、ね、再開発ですよ、ね。これ森林伐採でね非常に問題になってるじゃないですか。ねうん、これはねえー、っと。<laughs> えー 神宮球場ねそれから秩父宮ラグビー場ですねこれをね建て替えるとね,ね別に今のまでも全然ね差し替えないと思うんだけどもねそれを建て替えるとねそしてこの商業施設ですねこの超高層ビルを建設する,する計画なんですよ、ね、あの神宮の森っていうかなあそこにですね超高層のビルなんか建てたらねもう何の何て言うかな味気なくなっちゃうじゃないですかね うん、でね伐採移植される樹木は3,000本に上るということなんですよね。うん、なのでこれは東京都民とかねものすごい計画見直しを求める声がね上がってるわけなんですよ。ね。うん、そしてこれのねあの何て言うかなあの裏で、うん、ですねものすごく動いていた政治家というのが森さんなんですよ。森喜朗さんなんですよね。うん そしてその森吉郎さんが、えー、このね、当時ね、石原慎太郎さんを焚きつけてですよ。そして、とにかくオリンピックを呼べと。ね。オリンピックを呼べば、えー、この国立競技場とかね、それから岸士記念体育館ですね。これの戦いが自分のね、つまり森さんの力によってこれできると。ね、うん。そういうところから始まってるんですよ。東京五輪ですね。誘致ですね。ね。うん。つまり、 森さんにとってみればオリンピックよりもこの、ね、新競技場とかですねその高層ビルとかですねこの神宮外苑の再開発がね狙いだったんですよ。ねそこでものすごくいっぱいお金が動くじゃないですかね金金金ですよ。ね。うん。ね。そしてね、えー、これはね東京都のね資料によるとですよこれははっきり分かってるんだけども。 2012年2月28日ですねこれね、えー、この当時ね萩生田さんですね、えー、落選中だった萩生田さんがですねこれ森さんのねなんていうか代理人みたいな形でですね東京都の、えー、この安井純一議官っていうね人がねいるんだけどもそれとね、えー、いろいろ面談して、えー、ね、あのー、促してるんですよ。ね、これはとにかく、えー この再開発に向けてですね、これ国がやるんだけどもだけど東京都がこれはねもう汗をかいてくれないと困るとということでねうんということで、えー、萩生田さんがねこうやってきてですね、えー、そして、えー、いろいろその設計会社がですね作成したねその整備案とかそれをこう見せてですねこうこうこうだというふうにねいろいろこう指導指導っていうかなあの指揮したっていうんですよ。ね。 でそれが、まあ、こうそうしてというねことでね、えー、結局ねその後ですね2012年5月にですね、えー、この東京都がこの森さんに直接ね説明をね行ったんですよ。ね、そして今のねあのこの設計ですねこれを今これをですねその時に説明してね 神宮球場とね、秩父宮ラグビー場、この場所を入れ替えて、そして、えー、建て直すということですね。別に場所を入れ替えなくたっていいじゃないかと思うんですけどね、これはね、うん、そして超高層ビールを建てるということですね。でそれをね、えー、説明を聞いて森さんはね、目を輝かしてね、素晴らしい案じゃないか、長生きしないといけないな、みたいなね、大喜びしたということなんですね。うん、ね。 そして、さらにこの安井議官がですね、オリンピックの招致が失敗しても、ね、神宮外苑全体の再整備はね、これはやりますと、というふうに明言ね、したんですよ。そしたら森さんがですね、素晴らしいよ。あと15年は長生きしないとな、みたいなね、ことがあってね、ね、うん。まあ、それでね、今長生きしてることはよくありませんけどもね。うん、まあ、というようなことがあったということなんですよね。うんね そしてね、えー、これね、神宮外苑のこの再開発ですね。この高さ制限ね、2013年にね、それまで高さ制限が15メートルだったんですよね。それを最大80メートルまで緩和しちゃったんですよ。ね。高層ビルどうぞみたいな感じですよね。うん、これはね、もう、なんていうかな、僕もね、この外苑ですね、あのイチョウ並木とかね、あのよく行きましたけどね、うん、これは全然ね、違うものになっちゃいますよね、これね。 こんないいのいいんですかねこれねこんなことやってねうんね、うん、そしてね、えー、その基本、えー、この基本覚え書きですねこの再開発のね再開発のこれに2015年にですね東京都であるとかねまあ明治神宮であるとかあるいは三井不動産伊藤忠商事ですねこれが締結したとということなんですよそして本格的な再開発 というこことととに進み出したということなんですよね,、うんねうん、そしてね、えー、森さんといえば三井不動産ねこれとのね特別な関係もねこれ、えー、言われてるわけなんですよ。ねうんまあ、細かいことはちょっとねあまり言いませんけどね,、うん、ね。というようなことでね。うん これはね、森さんというとね、まあ、この時もねもちろん、えー、東京地検特捜部はこういうこともねずっとウォッチしてるんですよウォッチしてる東京オリンピックもずっとウォッチしていたということなんですよねうんそういうことなんですよね、えー。だけどもねとにかくその時はできなかったということですよね。とにかく森さんというのは金金金ね そしてその金、えー、ですね出す人というのはこれは人っていうかねこれは企業なんですよ。ね、うん、そういうところで、まあ、政策っていうかな、まあ、この再開発みたいなものを裏で、えー、このねすご、えー、みを聞かせて決めていくと。ね、うん、で再開,発に再開発についてはそれで落選中の萩生田さんを使ったということなんですよ。ね、うん ねでね今回のねこのパーティー政治資金パーティーですねこれねこの政治資金パーティー券ですねこれ一体ね誰が買うのかということですよね。これ買うのはですねはっきり言ってこれ企業じゃないですか。ねその企業がですよまあ20万円以下はねこ名前を出さなくてね済みますからこれ20万円以下ということでね、まあ、いろいろ個人名を使ったりいろいろしてね買ってるんだと思いますよ。 ね、で実質的に買ってるのはこれ企業ですよ。ね。そうするとね、えー、この企業というのは一体どうしてこのパーケンをね、自民党のパーケンを買うんだろうかということですよね。これはもう目的は,はっきりしてるわけですよね、うん。これ前もね、言いましたけど、前も言ったかな。これはね、要するに、暴力団における見かじめ料なんですよね。うん、見かじめ料。ね。まあ、どういうことかというとね、何、えー、て言うかな。 えー、例えばどっかでねまあ、お店開くとするじゃないですか。ねだけど地元のまあ、こう暴力団っていうかね、えー、それがですねまあね何かあった時お前を守ってやるからね、まあ、月々ちょっと決められた量をちょっとねこっちに入れろよとそういう話になるわけですよね。うん、そしてそれをちゃんと入れるとね何かこう争い事があった時におう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  俺の縄張りでお前何やってんだよみたいなね、まあ、そういう人が払われるみたいなねことがあるわけですよね。まあ、それと同じようにみかじめ料としてですねパーキンを買うわけですよ。そうすると何かあった時にそのねそのみかじめ料を払った政治家に頼みに行けるじゃないですか。ね、うん名称を,を差し出してですね いやー実はこういう困ったことが起きましてね、みたいなね。そこでまあ、政治家はね、えー、動き出すわけですよ。ね、うん。ところがそういうことをね、えー、払ってないとすればですね、あれいや、ちょっとお初にお目にかかりますけども、一体どちら様でございましたかね、みたいなね、秘書かなんかに言われてですよ。ね。<laughs> それで終わりですよ。ね、うん。そういうことなんですよ。ということはですよ。ということはですよ。これはね、はっきり言えば、 じゃあ、賄賂とどこが違うんだっていう話じゃないですか。ね。うん、ね。よくよく考えたら、これ賄賂と同じじゃないですか、それそうなると。ね。うん。ということなんですよ。ね。これはね、やっぱりね、この日本の企業社会ですね。えー、それからね、もうちょっと広く言えば、各業界ですね。それからさらにね、大きく言えば、産業界。それと、自民党政治ですね。 これがね、癒着してるんですよ。ね。うん。癒着してるんですよね。えー、癒着して、こういうね、お金をですね、えー、産業界、あるいはその企業の方が自民党に出してるということは、これはね、もちろんさっき言ったね、あのー、この賄賂の構造ですね、これと同じなんですよ。ね。うん。全く同じなんですよ。うん。ね。 そういうことは、例えば産業界のね、あの、うの優遇、優遇するね、いろいろな政策にとなってですね、現れてるんですよ。ねうん、例えば法人税のね、この、えー、税率あるじゃないですか。税率はどん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 下がってるわけですよ。ね、そして、それ反対に消費税の税率がどん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 上がってるわけですよ。ね、これ何度かね、紹介しましたけどね。うん。この法人税の税率は下がる。 同時に消費税の税率は上がる。ここで、ね、税収のバランスが取れてるわけですよ。えつまり、僕はね、一番最初、これは何,何度かね、説明しましたけど、あの一番最初にね、えー、消費税が導入されるとき、されたときに、えー、経団連のね、その担当者っていうかな、まあ、キーマンがいたわけですよ。ね、まあ、ちょっと有名な人がね。その人に聞きに行ったわけですよね。うん、そして、彼が語るには、まあ、将来的に法人税はどんどん下げていくんだと。ね。 それで僕がね聞いたわけですよ。社会保障とか、の社会政策、お金かかるとこどうするんですかって聞いたら、ね、いや、そこはね、消費税に頑張ってもらうんだよ。っていうね、ことは回答をね、一言でね、得たわけですよ。これが何を意味してるかね、すぐ分かる話じゃないですか。つまり、法人税のね、今の現実の動きを見ると、法人税のね、えー、税率がどんどん下がってる。その反面、消費税の税率がどんどん上がってる。 ね、ということはここで法人税ね法人税減税消費税増税これでバランスを取ってるんですよね財政のバランスを取ってるんですよそういうことなんですよねうんまあこれどういうことかっていうとねつまり、えー、産業界ね、まあ、法人税を下げてもらうねなんでかっていうとだって我々は見かじめ料払ってるじゃないですかねパーケンという形で。 たくささんん払ってるででしょう自民党さんという話ですよ、ね、で我々国民の方はね、見かしめる方我々、払ってないけど、国民のためにやってくださいと言ったって、ね、うん、君たちね、何か <laughs>、ちょっと間違えたないかいみたいなね,ね、そんなことをね自民党を言い出しそうな感じがするんですよね。うん、ここの構造なんですよ。ねここの構造なんですよ。ね,、うん、ね特にね、この大企業ってのはですよ、 ね、あのー、とにかくあのー、消費税ですね消費税ね払ったってね輸出企業ですからねあの後で還付されるじゃないですか、ね、だから消費税なんかどんどん上がねじゃんじゃん上がったって何の苦もないわけですよ、ね、むしろ儲かるんですよ、ね、そういう構造があるんですよね、うん、そういうことなんですよ、ね、それからねこの何かっていうとね この産業界。ね。業界ですよ。業界にまずをね、まず金をね、握らせる。補助金ですよ、補助金。まず金を出す。これをね、やるんですよ。ね。自民党政治というのは。ね。うん。ね。これ、例えばですよ。もうガソリン価格の高騰なんか一番いい例ですよ。ね。これ本来であれば、トリガーですね。これを発動すればいいんですよ。そしたらね、25.1円ね、もう、 機械的にね、ガクーンと下がるんですよ。ガソリン代がね。ところがそれをしないで、さらにお金をかけてですよ。補助金をね、えー、業界、これ石油売り、石油元売りですね。それから輸入業者ね。これに、あのー、補助金を出してるわけですよ。ね。えー、そうやって、この価格上昇をその分を抑えてくれと。ということをやってるんだけども。ね。うん。だけどそんな効果はね、やっぱりトリガーほどはないわけですよ。ね。 うん、だけどもこれ石油元売り業者とかねそういう大企業にね補助金を出せばですよ、うん、これなんていうかなあの官僚も喜ぶしねもちろん業者は喜ぶしね政治家も喜ぶわけですよね補助金ね受け取った石油元売り業者はね、えー、それを自民党の方にねこのパーケンとかね献金でねこのパーケンかパーケンでだ出すじゃないですかねっ、うんね、そうやって、ね、自民党のね安倍,派安倍派も潤う,う。 二派も売ろう,、ね、うんそういうことですよ。ね。うんうん、そしてね、えー、官僚の方は官僚の方でねこの石油元売りね、えー、各社のね、えー、このつが作ったね関連会社とか団体にね天下りできるじゃないですか。ね。うんそういう余裕がね、えー、石油元売りの方にできればねそういうような何て言うかなあのー、ね。 産業界それから官僚の世界それから政治まあそこだけで3歩をうまくね動いてるわけなんですよ。ね、で国民だけはその中でもうひいひいってるわけなんですよね。うん、これそういうことをやめてトリガー科学をすぐに発動すればいいものをそれをやらないと、ね、いうことなんですよ。ねうん、そういうふうなねこれ産業界ですね業界。 それを喜ばせるだけの補助金をやってるということなんですね。ね。えー、つまり自民党のね、この自民党政治、その裏には、常に業界、そして企業、これがいるということなんですよ。ね。うん、そして企業は一生懸命、みかしめ料を払い続けていると,ということなんですよ。ね。うん。えー、そういうことなんですよね。 うんね、まあこれはね、まあ、そういうわけでね自民党に所属していればですよねその政治家というのは大なり小なりね、えー、そういうねこの政治とねそれから財界企業ですねこの癒着そして贈収賄の構造ですねこれのねあの性格を帯びてくるんですよ。ね、うん、自民党に長くいればいるほど そういう増収儀構造の中にどっっぷりとハマっていくんですよね、うん、そして森喜朗さんの場合はですねまさにそのゴンゲと言ってもいいんですよ、ね、これ何の疑いもなくっていうかな、まあ、この人ねラグビーやっててそして早稲田大学に入ってねでもう何ヶ月もしないうちに怪我しちゃってですね、えー、そしてその早稲田にね残り続けたという人なんだけどもねこの人多分ね な何て言うかなあ,あの、そういう社会問題についてね何の疑いも何の考えもないんでしょうねおそらくね一つも考えたことがないんだと思うんですよねうんねそういうことをやっていると社会ってのは必ず歪められるとそして社会経済はやっぱり弱っていくということをね普通はねあのやっぱり考えていくものなんですよねうん だけどもね、森吉郎さんという人はね、多分ね、一回も考えたことがないんだと思うんですよね。うん。つまり自分のことしか考えられない。金、金、金。金が儲かるのどこが悪いんだと。というようなね、ことだと思うんですよね。<laughs> これはね、まさに贈収賄構造の権下。ね。東京オリンピックもそうだった。ね。加納治五郎財団。 そそれから神宮外苑の再開発もそうだったねっ、うん。で振り返ってみればねこれ今ね、えー、リクルート事件の再来と言われてるんだけどもその本番のリクルート事件でもですね森さんにはね何億円というお金がね、えー、お金に値するこの未公開株これがいってるというこういっていたということなんですよね。うんそこでも えー、このターゲットに据えながら、あのー、これはね、えー、捕まえることはできなかったと、ということなんですよ。ね。うん。まあ、とにかく森さんという人はですよ、この人々のためとかね、国民のためとかね、えー、普通、まあそういうことをね、考えるわけなんだけどもね、この政治家にな,なるような人はね、だけどそういうことをね、考えたことがないという人なんですよ。ただただ金、そしてまた金。 金を儲けるためだけにに政治家なななったような人間なんですよね,んね。で、そういうね森さんを見てね当然これねずっとね東京地検、ね、特捜部はウォッチしているわけですからねうんこれはね日本政治を歪めてですよ日本社会日本経済のね進化を妨げているそういう人間森さんですねこれをね政治の世界から、ね、取り除かなければいけないと。 ね、そういうね何、えー、ていうかな、えー、使命ですねそういう使命感をね検察が抱いたとしてもねこれ全然おかしくないし不思議じゃないんですよねうんまあというようなことでね今日はねこの森さんについてですね森さんね、うん、森さん中じゃなくて森さんですね <laughs> 森さんについてね、えー、ちょっと考えていること、ね、そしてまあ独自の情報に基づいてですね いろいろとね、あの考察しなければいけないことですね。うん、そして検察の捜査を今後見ていく上で、やっぱりこの森さんとの関係というね、うん、それもやっぱりね、あの頭の中でやっぱりもう一つ考えてみなければいけないと、ということですね。それをちょっとね、あのー、解説してみました。まあというようなことでね、本日はこの辺りで終わりたいと思いますけども、最後にね。 えちょっとだけまたコマーシャルタイムをいただきましてですね、えー、お知らせしたいと思うんですけどね、ぜひね、本当にね、毎回毎回コマーシャルやってますけども、ぜひね、あの、買ってない人は買っていただきたいなと思うんですけども、これ、コロナ日本国書ですね。これ、コロナ対策ね、感染症対策、非常に重要なんですよ、ね。だけどもね、自民党政権の下ではね、ねやっぱりね、金、金の、金の世界で、利権に基づくね、対策になっちゃってるんですよね。 えー、なので科学的なね知見に基づく対策ではないのでこれ失敗しちゃうんですよ。ね。まあ、そのことについてねこれね解説した本なんで是非読んでいただきたいなと思いますね。それからね福田村事件ですね。これは関東大震災の時にね、えー、非常に無慕らしい事件があったんですけどもそれについてね歴史の資料の中からですね引き出してきた本なんですね。 読、えー、読みやすすいいいいのでぜひ読んでんたただきたいなと思いますそれから、うん、ジュリー・アンドリュースジオ与伝ですねこれはね、えー、<laughs> イギリスの演劇界であるとかねアメリカの演劇界ですね、えー、ここでね活躍したジュリー・アンドリュースですねその人間模様であるとかあるいはジュリー・アンドリュース自身のラブロマンスであるとかですねそういったことがね 温、えー、かい視線でね嘘を偽りなくね書かれているので本を読む楽しみがね非常に味わえるんですね是非、えー、ですね時には肩の力を抜いてね読書の楽しみをね味わっていただきたいと思うんですねそしてねこれがねえー、っと僕が <laughs> 関係させてもらっている、えー、五月消防審査の新刊なんですけども今日本全国でね、えー、特に地方の方では 本屋さんが少なくなって本を直接買えないとか、あるいはあー Amazon でも本を買ったことがないという方もいらっしゃるかと思うんですけども、そういう方はですね、五月消防新社に直接ファックスなり電話なりしてきていただきたいと思います。郵便振込であるとか銀行振込で対応いたしたいと思います。えーえー、5月消防新社のですね、ファックス番号、電話番号は104の方ですぐにわかりますので、 ぜひですね、遠慮なく行ってきていただきたいなと思います。えー、というわけですので、えー、本日はこの辺りで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。